なんだろうな、安心できて楽しくて安全な場所は HKT であって、これからずっと続けてもうすごく楽しいっていうのは分かるんですけど、自分の中でやりたいことが見つかってもう一個ステップアップしたいって思ったので、まあ会津はもう終わって HKT48 卒業してまた違う道に挑戦したいなって思ってます。1年半以上ぶりなので、久しぶりに帰ってきてやっぱり安心してますね。福岡で生まれたわけではないんですけども、 HKT に入ってからはずっと福岡に住んでたので、やっぱり第二のふるさとというか、やっと帰ってきたんだなっていう実感が湧いたような気がしました。でも空港めっちゃ綺麗になったよね、福岡。確かに。私たちが行く時はまだ全然工事してる時だったから、確かに綺麗になった福岡。なんか懐かしい、ほんと。ねえ、本当に帰ってきた感がありますね。でも久しぶりにみんなに会ったらさ、挨拶させられるのかな。しないか。普通に「わー」って感じじゃないですか。でいいよね。一言もじゃあお願いします。絶対やってください。そのふりや。絶対にも言われるよね。絶対やです。普通に「あ、お久しぶりです」じゃあ、ナコから。おおおお、どこで、これじゃない、いいぞ福岡。映像とか写真では見てたので、すっごくなんか実物を目の前にすると専用劇場ができたんだなと思って、すごく嬉しくて、なんか感慨深いなと思いました。本当に初期の頃すっごい子供だったので、見た目も本当に子供で、髪の毛をショートカットに切ったぐらいからちょっと、なんだろう、大人っぽくなっていったんですけど、やっぱり今と比べると本当に子供だったなって思いますね。懐かしいですし、なんかあの時の気持ちを思い出す写真ばっかりでしたね。特に初期の頃は好き好きスキップからメロンジュース、桜みんなで食べたぐらいの頃は、もう本当に必死で、いかに前に出れるかとか いかに目立てるかとかばっかり考えていて、本当に一個一個無我夢中でやっていたなっていうのを思い出します。せーの。
緒だ、ね、わあすごい劇場や、わあ劇場だ、すごい、でも広くないですか、広い、天井なんだ、広い、なんか初めて立つ場所じゃないですか私からしたら、なのにやっぱり劇場っていうだけですごく実家に帰ってきたというか懐かしい感じがして、あ、これが劇場の持つ力なんだなって思いましたね。あの初めて劇場に立った日とか初めて一期生がお披露目された日とかはあんまり覚えてないですね。なんか本当にすっごい緊張してて、なんか気づいたらステージが終わってたっていう印象がありますね。鹿児島から新幹線さくらに乗ってやってきました宮脇さくら13歳です、よろしくお願いします。ありがとうございます。私の今日の意気込みは、私たち HKT48 の元気な歌やダンスを見て、よし明日も頑張ろうと思ってもらえるようなステージにすることです、よろしくお願いします。本当にすっごい緊張してて、なんかできるかなとか、なんかたくさんのお客さんの前で初めて踊るので間違えないかなとかの不安がいっぱいで、なんか気づいたら全部が終わってて、あ、なんかしてたっけ私みたいなぐらい本当にすごく緊張してたのだけ覚えてますね、その感情だけ覚えてます。でも本当に初期はやっぱり自分のことだけしか考えてなかったので、まあ、13歳14歳なので当たり前なんですけど、初期は本当にセンターになりたいとか、私がもっとみんなより前に行きたいとか、本当に自分のことだけを考えていて、でもこう経験を重ねていくとセンターが全てじゃないというか、一人一人に役割があって一人一人にいる意味があるっていうのを気づけるようになってからは、何かこうやっぱ48グループって比べられたりとか順位をつけられることが多いんですけど、そういう部分ではあんまりこう辛いとか悲しいって思わなくなったかなって思います。なんでこんな緊張しちゃうんだ。それはなんで。あれはちょっと緊張しましたね。なんかそんな大々的にやらなくていいのにこうさらっと始まりたかったんですよ私は。でもすごく大々的にされちゃったのでちょっと緊張はしたんですけど、でも村重だったりとか他のメンバーもすごく盛り上げてくれて、なんかいつもメンバーに助けられてるなって思いました、ね。村重は本当にあのオーディションの時から友達だったんですよ。オーディションの最後ら辺の審査で友達になって、なんかその時から結構宮脇村重だったので名前が続いてて、あいうえお順でっていうのがあってから仲良くなって、今ずっと本当に親友として仲良くさせてもらってます。なんか久しぶり感はありますか。マジじゃなくない、え本当に、え毎日連絡取ってて、あのサッシーと私と村重のグループラインみたいなのがあって、うん、ほぼ毎日稼働してるよね。毎日動いてる。動いてない日ない。そうだから逆にこの1年動いてない日の方がマジで少ないんじゃない。本当に私お互いなんか仕事で嬉しかったこととか、うん、悩み相談とかも何でも話すから、うん、本当に。えなんかさ昨日会ったみたいな今日会った時さ、うん、はいみたいな、えそうなんかそうなんかさもっとソワソワしちゃうかなみたいな、そうなんかあ久しぶりみたいな感じだと思ったらもう全然はいおうよいしょはいよいしょ何言われてもろってみたいな、なんだっけ教えてくれた感じのノバッケオプソノバッケオプソよってずっと言ってた、あなたしかいないノバッケオプソよってずっと言ってた。マジってしょうもなくない、しょうもない、ね、なんか本当にお互いのでも感情 HKT の近況とかも教えてくれたし、選抜入りとかは
あ、一番最初に知ってるよね。そうだね、ガラス芸の選抜入りとかさっしーと私が知ってるし、個人の仕事とかもこれ出ますとかもいろいろ教えてくれるし、うん、親よりも言う。え、そう、うん、一番先にそこのラインに言うよね。そう、じゃ意外と真面目なことも。あ、でも全然え、真面目なことで一回夜の3時ぐらいまでラインしとけたことある。12時から3時ぐらいまで3人ともずっといたよね。そう、本当に HKT の未来について語ったりとか、うんうん、そう、新しい5期生の子たちのこんな子いるとか話したりとか、うん、なので私結構知ってるよね、 HKT の。めちゃめちゃ知ってる。全然知らないことそんなにないです、うん、じゃあ村重さん的には言ってもらったことが参考になったりするって感じしますね。やっぱサシさんの言葉とかもすごい大きいし、さくらもやっぱもう世界で活躍してるんで、うん、だからそのそういう人たちの言葉って全然やっぱ違うので、なんか日本で落ち込んでる暇ねえなとか思っちゃう福岡で落ち込んでる場合じゃねえやとか思ってめっちゃ元気出る。え、でも村重本当にめっちゃ番組出てるじゃん、バラエティとか。そんな出てないよ。いや出てる本当に。で、すごいなと思って、それが私はすごく嬉しかった。本当は嬉しい、うん、いつも嬉しそうな LINE が来てこれに出たよとか報告が来るのを見て私も頑張ろうと思ってたんで。おーい、はい、虫掴んでいい。ショーストイック、グーストイックだったよね。なんかもう写真もさ、そう、なんかその毎日その自撮りして毎日更新してたじゃん、さくらで漏れてない自撮りがあったりしたら、なんかさくらはホテルに帰ってお風呂上がったのにもう一回メイクして、で自撮りして漏れる写真撮れるの、そう、一番可愛い写真をまたブログに載せるっていう。超ストイックだったね。マジストイックだって思ってた。できないわ。でも初期は村重の方が押されてたんですよ。うん、確かに本当にちょっと、うん、ちょっとしまってしまう。うん、ちょっとね本当にご利用されて、あの何もしなかったタイプが俺。あで、押されてたけどさらに努力を積み重ねて人気と実力をつけたのがこれ、これです。これ、はい、そういうこと。でも変わってないところは、そこがやっぱさくらのすっごいなんかもう好きだなって思うのが、なんかどんなにもうめちゃくちゃ今スターじゃないですか。もう空港行ったらさ、もうみたいな。ちょっと空港行くだけで何かの私が欲しいから。空港行くだけでさ、もうガードマンするレベルのスターじゃん。ありがたい。でもさ、なんかそれでもなんか私会ったらなんか、おい、あれ見たよてかとか、なんか普通に韓国いるのに村重のツイッターとか見てくれて。あ、そう、結構めっちゃ見てる。めっちゃ見てる。ストーリーとかめちゃめちゃ見てる。見てる見てる。日本を忘れないか、なんかそのやっぱ一緒にずっといた仲間なわけですから、それで例えばさくらが韓国行っちゃって、あ、もう私あいつってなんでそんなあいつでもなんないと思うけど、でもさ、わかんなる場合もあるじゃん。そうだね。だからそうなったら悲しいなとは思ったけど、全く普通のいつ会ってもう、ね、もう地元乗りみたいなテンションなんでそこがやっぱすごいなって思ってます。やっぱそのストイックさとかは変わらないんだなと思って、もうずっとなんかさ、夜中の3時とか今練習終わったし、自主練してたとか、やっぱ来る感じはそりゃスターになるよなって。え、逆にじゃあ変わったって思うところないんじゃない、逆に。え、変わったなって思うところ、うん、だからまあ HKT の初期とか、うん、まあなんだろうね、変わったところ。え、マジで何も変わってないんだよね。そうなんよね。え、もはやなんかさ、丸くなったよね。あ、それはあるね。なんかさ、うん、その余裕ができたのかな、うん、心に。前その AKB の選抜の時とかはさ、うん、いつも追われてたし、心に余裕がなかったりとか元気なかったなって思うね。そう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 。でも今はもう多分、うん、登るとこまで登っちゃってっから楽しむ気持ちができたも、うん、そうそう。あの時は本当にストイックすぎて自分に負荷かけすぎてたところがあったんですけど、うんうん、今はもう楽しむ気持ちが。そう、なんかさ、なんかちょっと落ち込むことあってもさ、明日しょうがないねみたいな、まあ明日どうしたらみたいなテンションになってるのが変わったなって思う。そう、そうだね。村重もそうだけど、1期生としてもうアイドルを10年やってきたっていうのが結構自分の中では誇りに思ってて、うん、人って一つのことをこんなに続けられるんだっていうのが
ぱりすごく自分の中誇りなので、うん、何かあってもでも私こんなに頑張ってきたから大丈夫でしょみたいな、うん、そう一つのことを10年やるって本当に難しいことなので、そういう部分ではその HKT で培ったその経験すべてが今の自分の自信につながってるんじゃないかなみたいな。さくらはですね、一つ一つのことに対してすごくストイックでめちゃめちゃ努力して、うん、自分のものにしてからじゃないとファンの皆さんに見せたくないくらいの人なので、もう本当に努力家で、なんかスイッチが入ってるのかわからないけど人が変わるんですよね、ステージ上にいると。さくらって裏で面白いさくらじゃなくてもアイドルの宮城さくらでバッてすぐ一瞬で入れ替わるから、本当になんかあすごいなプロだなと思って、私はいつもそれを見てステージ上でそのさくらを感じながら、あもっと頑張んなきゃやらなきゃもうちょっとこうしなきゃって思いながらいつもステージに立ってたので、本当に私にとっては隣で踊ってくれてて刺激をすごく与えてくれてたメンバーですね。私はミュージカルがすごく大好きで、小学校1年生からミュージカル教室に鹿児島で通っていて、で小学校5年生とか6年生の時に劇団四季のライオンキングにも出演させてもらったことがあって、とにかく私はステージに立つのが大好きで、その一度初めてミュージカルを見に行った時に目の前で人が演じて踊ってこう人生を過ごしているのがすごく衝撃で、私もこの中に入ってその誰かに元気を与える存在になりたいと思って、そこからミュージカルを始めたので、私の根本的には歌とかダンスがもう大好きだったんですけど、舞台に立ちたいっていうのが一番大きかったかなって思います。夢が本当に多くて、私お医者さんにもなりたかったんですよね。なのでその中学受験もしましたし、結構しっかり勉強も頑張っていて、なのでミュージカルの教室にも通ってたんですけど、それは趣味程度になっていて、学校に行くようになってからはやっぱりどうしてもそのステージに立ちたいっていう思いが心のどこかにあって、で父が HKT48 のオーディションっていうのがあるんだけどっていうのを教えてくれて、私がお医者さんにもなりたいしでもステージにも立ちたいしどっちつかずだったので、そのこのオーディションを受けてもし受かったらもう一度ステージに立つっていう夢を追いかけてみて、もし受からなかったらお医者さんの道を目指そうっていう約束をして、最後のチャンスとして受けたのが HKT48 のオーディションだったので、 HKT のオーディションは自分自身を試されてる感じがして、すごくそれが怖かった印象があります。オーディションで歌とダンスをするんですけど、本当に何にもできなかったんですよ。ダンスに関しては多分突っ立ってただけというか、本当に何にもできなかったんですよ。で歌も他のメンバーの方がすごく上手で、あ私絶対落ちたなと思ったら受かっていて、本当にびっくりしましたね。緊張する。何でしたっけ、緊張する。あいやでもそんなに緊張してない。嘘です、緊張するって言っとこうかなと。私がどっちか、こっち、うん、ちょっと どうやって行くんだろう、分からん。めっちゃ緊張してきた。めっちゃ緊張してきました。ごめんなさい、そうでした、緊張してないとです。に卒業発表の先輩なので、森安まどかちゃんがあの卒業発表する前に泣くって聞いたんですよ。でも森ぽはいや泣かないよみたいな言ってて、まあそうだろうなと思ってて、なんか泣くとすごくなんかファンの方にも自分の意志の強さがこう感じ取れられないかなと思って、
卒業発表の時は絶対に泣かないでしっかり自分の思いを伝えたいって思ってたので、ちょっとは泣きそうだったんですけど我慢したんですよ。ですね、私からお知らせがあります。私宮城さくらは HKT48 を卒業します。13歳から HKT48 に入り1期生として約10年間活動させていただきました。2年半離れて活動をしていたからこそ、やっぱり私にとって HKT48 っていうのは始まりの場所であり、いつまでも心の中にある大切な場所だということに気づけました。と帰ってきたばかりで卒業発表したので寂しい思いだったりがっかりさせてしまっていることももちろん知っています。ただこの卒業までの間 HKT48 のみんなに少しでも希望を持ってもらえるような、そしてファンの皆さんに喜んでいただけるような、そんな活動ができるよういろいろと準備をしています。そして6月19日にですね、卒業コンサートをさせていただけることになりました。少しでも皆さんと一緒に楽しみたいと思っています。以上で私からのお知らせでした。はい、ありがとうございます。すいませんね、なんかごめんなさい、すごい盛り上がってたので。いやいや、まあここでなんですけど、はい、ちょっとある方からお手紙。でもその後にサッシーからの手紙をもらった時に、すごく私が、なんだろう、言われて救われる言葉がすごく多かったので、その言葉を聞いた時にすごく涙が止まらないというか嬉しかった気持ちがありますね。さくらへおかえり。韓国での活動お疲れ様、そして発表お疲れ様。私が泣いちゃう私が HKT に移籍してからさくらとの思い出はたくさんだね。私もまだ未熟だったけど、そんな私からも何か吸収しようとしてくれて、いつも一生懸命で、まだ子供なのにプロフェッショナルで、思い出を話し出すと止まらないね。悔しいことも悲しいことも楽しいこともたくさん共有してきました。そんなさくらが世界で戦い、そして活躍する姿に私も本当に励まされてきたよ。サッシーに私は背中を見せてもらっていたので、サッシーが本当に初期に来てくれてから一期生に本当にたくさんのことを教えてくれて、時には私たちが反抗したりとか、子供だったのでなんか反発してた時もあったんですけど、今考えてみるとサッシーが言ってくれたことって全て正しくて、なんか今だから、あ、サッシーってああいう意味こういうことを言いたかったんだなっていうのを分かるような気がしますね。サッシーも私のいいところを常に挑戦し続けるところだって言ってくれて、そのアイズワンにいる時も、そのこんなに長くアイドルやってるのにまだまだ上手くなるさくらって本当にすごいって言ってくれて、そういう言葉がすごく私にとっては一番の褒め言葉というか、なんか今の私よりも明日の私の方が輝いていたいっていうのが自分の中であるので、常に挑戦を止めずに常に成長を止まれない人になりたいなって思います。やばい、この写真だけじゃない。はいはい、3枚なんか今は本当に何の緊張もなくて、楽しみでワクワクの、なんかもう早くしたい、もう始まりますけど、早くしたいみたいな、早くステージに立ちたいみたいな気持ちの方が強いかもしれないです。めっちゃ上がってます、本当に楽しみで。やっぱり私 HKT のコンサート本当に大好きなので、ファンの方と一緒に最高のコンサート作りたいなって思います。
シーがいない HKT を見たのも私は2年半ぶりだったんですよ。その自分自身が5つサッシーがいないっていう状況も、サッシーの卒業コンサートにも私は出れなかったので、あ、サッシー本当にいなくなったんだっていうのを帰ってきた時に改めて感じて、若い子たちだったり、まあ今まで一緒に頑張ってきた子たちの HKT の選抜を見るとすごくキラキラしていて、まあ、昔の HKT と何か違うっていうわけじゃなく、 HKT らしさがいい意味で引き継がれている感じがして、私はすごく未来を感じたので、この子たちが見せてくれる HKT48 の未来が楽しみだなって思ったし、本当に最初は1期生しかいなかった HKT が今は5期生まで行って、たくさんの仲間がいて、私がいなくてもこんなにキラキラ輝いていて、それが私はすごく嬉しくて、いつの間にこう HKT ってたくさんの仲間が増えて、素敵な後輩たちが育っていたんだなっていうのをすごく感じて嬉しかったので、今からの HKT の未来を私は外からですけど引き続き応援したいし、何か辛いことがあったらいつでも駆けつけたいなって思ってます。緊張もあって、なんか今までどうやってたっけ私みたいな手探りの部分もあったんですけど、曲が進むにつれてアンコールとかはもう HKT でのやり方を思い出しながら、すごく楽しいコンサートになったなって思います。なんかもう本当に些細なことなんですけど、曲中にやっぱりメンバーと目が合うじゃないですか。その時に、あ、そうそう、このタイミングであの子と目合ってたよねとか、その瞬間をすごく思い出して、なんか一人で泣きそうになりましたね。 HKT48 ファミリーっていう曲は本当になんか HKT って家族みたいで、なんかあったかいなって思える曲でもあるんですけど、すごく今の私にぴったりの曲で、本当に帰ってきたんだな HKT にって思いました。1ヶ月っていう時間ってすごい短かったので、こうやってみんなでステージに立つのも今日も合わせて3回しかないので、寂しさはあるんですけども、それでもこう後輩たちにコンサート中に見せられるいい背中を見せられたらなって思います。第3位の発表をさせていただきます。14万1100飛び6票 HKT48 TVK4 宮脇さくら。 HKT48 の顔、宮脇さくら。もうセンターになりたい、センターになりたいって気持ちが強くて、総選挙の順位はその HKT のメンバーの中ではサッシーの次に高い順位だったので、なんでなれないんだろうみたいな、こんなに頑張ってるのにみたいな気持ちがすごく大きくて、ダメだったなって思いますね、初期の頃は。応援してくださった皆さん、応援してくださった皆さん、本当にありがとうございます。選抜に HKT のタコとミクが入ってくれて、私が1位の背中を見せなきゃいけないって思ったんですけど、届かなかったみたいです。でも今までで本当に一番投票数が多くて、本当に本当に嬉しかったです。で、なんかその時はやっぱり選抜があって、その
総選挙もあっていろんな数字が目に見えてこう順位をつけられるのが方程度なんですけど、最初はそれが絶対だと思っていて、数字でいい結果を出さないといけなくて、前に出るにも数字でいい数字を取らないといけないって思ってたんですけど、やっていくうちにこうそうじゃないっていうか、一人一人に存在意義があって、なんか私じゃないとダメだっていう何かを見つけられたら、その数字にはこだわらなくていいんだなっていうのを気づいた時から気持ちは楽になったかなと思います。矛盾した話なんですけど、センターになってから気づきましたね。あの12秒でハルピットダブルセンターをしたりとか、と AKB の選抜の方でまゆゆさんとダブルセンターをしたり、あと一人でセンターをさせていただくこともあったんですけど、その時になんかセンターが全てじゃないっていうのにセンターになってから気づけて、センターが全てじゃないってことは全ての人たちに存在意義があるんだなっていうのに気づいてからは、はい、楽になりましたね。HKT で学んだ7年を基礎というなら、アイズワンでの2年半は応用だったなって思いますね。まあ、もちろんこう実力の面ではすごく韓国でたくさんのレッスンを受けたので基礎を学んだこともあるんですけど、アイドルとしての軸だったり、なんだろう、気持ちの持ち方だったりは HKT の7年で本当にたくさん学んだことが多くて、その基礎をアイズワンに行った時にすごく応用できたので、 HKT の7年があったからアイズワンのあの2年半をやり遂げられたなって思ってます。まあ辛いこともたくさんあったんですけど、自分にとってはすごく人生のターニングポイントだったかなと思うので楽しかったなって思います。結構韓国のアイドルってデビューの時から完成された姿っていうのが大体そうなんですけども、私自身は実力もまだ未熟な部分があって、その、まあ、アルバムを出すごとに成長している姿を見せようと、実力がない分少しでも今よりも成長している姿を見せようと思った時に、本当に韓国のファンの皆さんがそれをすごく喜んでくれて、ここまで成長を見れるアイドルはなんか初めて見るぐらいまで言ってくださったので、その時にこう48も成長を見守るアイドルではあるので、そういう根本的なところは変わらないっていうか、やっぱりアイドルっていうのは頑張ったりとか成長している姿を応援してもらって元気を届ける職業なんだなっていうのに気づきました。 HKT48 でやってきたことをアイズワンの2年半でもしっかりやり遂げるっていうのが大きかったかなと思います。いろんなメンバーの卒業曲を今まで歌ってきたんですけど、ついに自分の番が来たかと思って、今日卒業ソングのミュージックビデオを撮影して、本当に私って卒業するんだなって実感が湧いた気がします。福岡の街並みをこう歩きながら歌ったりとか、自分の思い出のある場所で歌ったりした時にすごく本当に初期のことを思い出して、あ、全ては本当にここから始まったんだよなっていうのを思い出して、すごく感慨深くて涙が出そうになる場面もありました。もうこの曲は秋元さんが直接書き下ろしていただいた曲なんですけども、歌詞がすごく私の伝えたいことだったり、私のがファンの皆さんに言いたかったことが込められた歌詞だったので、すごくなんで秋元さんは私の気持ちが分かるんだろうってびっくりするぐらい私にぴったりの歌詞で、ぜひファンの皆さんにもこの曲を聴いて私の気持ちが少しでも伝わったらいいなって思います。なんて書いたの？ずっと仲間だよ、みんなのことが大好きって書きました。
見ない？そう、まだ見てないんですよね。まだ見ないときますわ。え、見る？どうする？まだ見ない。あ、ちょっと見ない。隠す。はい、ちょっと見た。地球上で渡そうか。はい、うわ、すごい広っ。え、広っ。あー、すごい、かわいい。2年半離れていて戻ってきて1ヶ月ほどしか活動ができなかったっていうので、すごくファンの皆さんは寂しい思いだったり、私もすごく申し訳ない気持ちもあるので、それでもこう笑顔で HKT48 の10年を終われるような感謝の気持ちを本当にとにかく伝えたいので、ファンの皆さんにあなたがいてくれたから私はこのステージに立っていられるし、また新しい道に進むことができるよっていうメッセージが届けられたらなと思ってます。はいはい、入っていい、はい、入っていい、はいはいはい、入っていい、はいはいはい、はい、卒業コンサートする上でどうしても私が作りたかった絵が、私とサッシーとハルッピが並んでいる絵だったんですけど、サッシーの卒業コンサートにも私とハルピは出られなくて、でハルピはまあ残念ながら卒業コンサートもできなかったので、そのファンの方がその3人が並んでいる姿を見るのが長い間見てないと思うんですよ。なので私はその自分の卒業コンサートの時に3人が並んでいるところを、どうしても昔から HKT を応援してくださった方に恩返しという形でそのお届けしたいと思ってたので、HKT のファンの皆さんにもう一度見せられることができてよかったなって思ってます。けど尊敬するところが多すぎて、それはそのなんだろうな、アイドルとしてもそうですし人としてもそうですし、年下なんですけどかっこいいなって思うことがこの1ヶ月でもたくさんあって、もともとさくらかっこいいんですけど、さらにかっこよくなって帰ってきたなっていうのが1ヶ月あっという間でしたし、でも変わらずみんなとふざけたり面白かったりっていうのが、なんだろう、もう本当に魅力を感じまくった1ヶ月間っていうか、それはもうメンバー全員そうだと思うんですけど、ファンの人もそうだと思いますし、こんなに魅力のある人すごいなって、自分もなれるかわかんないですけど、そういう風になりたいなって思う、みんなのお手本のような人だなっていうのはすごく思いました。きっと努力もあるんだろうし、もともとさくらが持ってるものもあるとは思うんですけど、そんなさくらの10年間の集大成としてすごくいいコンサートになってたんじゃないかなっていうのをここで見てて感じたので、すごく楽しい時間でした。なんか1ヶ月があっという間すぎて1週間に感じるぐらい本当に早かったんですけど、コンサート始まってさくらさん見てても、 もう本当に綺麗でかっこよくて、もうビジュアルもだしパフォーマンスも本当になんか尊敬する部分しかなくて、もうずっと見てたいなって、終わらないでほしいなって思ったんですけど、やっぱりさくらさんはなんかこう指原さんとかと一緒に HKT を支えてくださっていた先輩なので、なんかそのさくらさんが
もう本当にいなくなっちゃうんだなって思うと、なんかこのコンサートの前にリハーサルしたんですけど、リハーサル終わりにさくらさんがこうお話しする機会を作ってくれて、これからは HKT をもっと引っ張っていけるようにならないとダメだよって言ってくださって、なんかその言葉を思い出しながら、こう最後までさくらさんから学べるものを吸収しようと思ってずっと見てたんですけど、もういなくならないでほしいな、終わらないでほしいなって思いながらでも見てました。もうなんか1ヶ月ってすごい長いなって思って、まだまだ先だなって思ってたんですけど、本当に短くて、もう一瞬ねこの日がやってきてしまって、さっきもステージも本当になんか夢だったんじゃないかなって思うぐらい一瞬で終わっちゃって、すごく寂しいんですけど、でもこのステージでもその前でもさくちゃんがたくさんこう背中を、大きい背中をついてくださったので、こう気持ちを切り替えて頑張っていけたらいいなって思います。なんか終わったんですけど、まだ全然実感がなくて、なんか本当に卒業しちゃうのかなみたいな気持ちでいっぱいです。なんか実感ないから、こうまた数日後にすごいなんか実感湧いて、また一気に寂しくなるんだろうなってすごい思います。なんか本当にさくちゃんは目が何個あるのかなってくらい周りがすごい見れてて、たくさん気を使ってくれて素敵な言葉をかけてくださるので、なんだろう、すごいアイドルとしても尊敬しますし、一人の宮脇さくらさんとしても尊敬するので、そうですね、さくちゃんみたいな女性になれたらなりたいです。最初は実感が湧かなかったんですけど、こうステージをしていくうちに、この曲はさくちゃんと歌うのは最後だ、あまたこの曲も最後だって考えていくうちに、どんどん実感が湧いてきて、涙も出たら止まらなくなっちゃって、悲しい気持ちもあるんですけど、同じステージでさくちゃんのことを見送れてよかったです。私の中でのずっと変わらないアイドルの理想像です。これ普通に行ったら取れるのかな。あ、うわあ、悲しい。急に本当に悲しくなってきた。いやー、卒業させていただきます。これめっちゃ見てたので、卒業する方がこれをやってたのが、卒業したんだなって今改めて、なんかコンサートのあの高揚感でうわーってなってたんですけど、今急に一人でここに来たら実感が湧きましたね。本当にありがとうございました。この写真はどうしますか。これもらえるんですか。もらえないでしょ。だから言ったら4日いや、でもじゃあ、はい、じゃあいただきます。親に渡します。いや、全然変わってないですね。このなんか本当に時間の流れが本当に鹿児島来るとゆっくり感じるんですよね。それがなんか地元帰ってきたなって感じがします。ここら辺に噴水があったんですけど、 あったありますよね、あちら辺。そこでめっちゃ遊んでました。私子供の時は噴水で遊んでましたね。なんか夢を追いかけて鹿児島から福岡に出たので、一旦まあそれが終わったわけじゃないですか、10年間の。で帰ってくるとなんか、ここだけ時間が止まってるみたいで、出て行った時の気持ちを思い出すなって感じですね。3歳くらいかな、本当に幼い時に母がすごくお仕事忙しかったので、おばあちゃん家で私は住んでたので、おばあちゃんに育てられてた記憶が一番最初ですね。
両親とも共働きだったので、幼い頃はほぼおばあちゃんが面倒を見てくれてたりもして、本当にお母さんぐらいの距離感なので、おばあちゃんが本当にたくさんいろんなことを教えてくれたし、私の活動も本当に一番応援してくれてるので、会いたいって思いますね。もともと東京の家で飼ってた猫を私が飼ってたんですけど、2年半日本を離れてしまうということで、おばあちゃんが引き取ってくれて、今は鹿児島のおばあちゃん家に来ます。まるちゃんです。これ子供の時の写真、これ誕生日、逃げた、激写した、逃げられましたね。じゃあどうぞ。ありがとうございます。じゃあいいかな、緊張する。お母さんみたいなおばあちゃんで、本当幼少期は一緒に住んでたし、保育園とかもね送ってってくれてて、送り迎えしてたね、本当に、お母さんみたいな存在です、ですね。そうですね、おとなしかったですね。おとなしくて控えめで、お風呂が嫌いな子でした。ずっとシャンプーハットかぶってた。そうお風呂が嫌いで、お風呂に入れるのが大変でしたね。バレエの発表会っていう前の日に、自分で髪の毛を切った時が一番ショックでした。懐かしい。わかる？前髪、5歳とかだったかな。そう、バレエ習ってて自分で前髪切ってるんですよ。その時もうわーってなりましたね。そんな怒ったことないんですけど、その時はかなり怒りました。懐かしい。危なく、ほら、怪我をしたらいけないですよ。切ることはいいんですけど、怪我をしなくてよかったっていうので、覚えてる？なんとなく覚えてる。なんとなく覚えてる。だったのかもね。髪の毛も切ったし、カーテンとかも切ってる。切るのが好きだったのね。切るのが好き。お魚も切ってたよね。え？ちっちゃい時、魚釣り連れて行ったら、魚を切ってた。え？切ってた。怖っ。いや違う。興味津々で。興味津々で。そうですね。やっぱりオフになれるというか、まあ、福岡でもそうですし、東京とか海外とかに行くと、結構本当に目まぐるしい生活で、時間に追われてるし、まあ、自分の気もやっぱり張ってるところがあって、でも鹿児島に帰ってくるとやっぱり子供の時の自分に帰れるというか、もうただの一人の人間の宮脇さくらに帰れる場所だなって思いますね。鹿児島にいる時のさくらちゃんって普段どんな感じですか？なんですか？外に出ないね。外に出ないし、リラックスしてますね。誰にも気を使わないでいいっていうのがあるのか、ずっとテレビ見て、テレビ見てご飯食べてって感じで、ほとんどもうリラックス、人に気を使わないからいいんじゃないですかね。家族に気を使ってない感じですね。ただ出てる時でもやっぱり人の目をしっかり気にしないといけない職業なので、常に気は使って張ってるかなと思いますね。なのでここは本当にもうね、すぐオフの場所っていうか、唯一の、別に話さなくてもわかる、っていう感じですね。でも正直鹿児島に来るまでは実感が湧いてなくて、やっぱ2年半離れてたっていうのもあるので、なんかまた1ヶ月後に HKT のステージに立ってるんじゃないのって思うぐらい実感がなかったんですけど、やっぱ鹿児島に帰ってきて一区切りついたんだなっていう気持ちが、蘇ってきて、なんか、あ、私本当に卒業したんだな HKT って思いましたね。
あ、そうですね。卒業、桜が選んだことですけど、でも寂しい、寂しいなって。だって HKT にずっといたので、ずっと応援してたので、なんか寂しいような。でも桜が決めたことだから、背中を押してあげようと、思いましたね。なんか壁とかもね、いっぱいそうですありますけど、はい、なんかちょっと収まったね。もっとやばかったよね、前ね。昔はいっぱいあって、あの韓国にいた時は全部ポスター全部それだったんですけど、桜が辞めるってなったら悲しくなって、 HKT のあれも全部撮ったの、ポスターもなんか見ると悲しくなるんですね。そうね、アイズワンも、もうそうそう、HKT もアイズワンもないって思えば、確かに、なんか寂しいですね、やっぱり人に感謝して、自分を信じて、今からね、どういう道に進むか分かりませんけど、もう全力で応援してあげようかなと思っています。それしかないね、すごい心配してくれるの。心配性なので、さくら言わないんですなのでほとんど後で聞くことが多くて、ああこんな悲しい思いしてたんだと思うと、ああ一人でな抱え込んでたのかなとか、よくありました今までもですね。なのでやっぱり人に優しく、どんな時でも優しくできる子になってほしいと思いますね。やろうと思ったらできる子だからね。はい、頑張ります。大丈夫頑張って卒業コンサートお疲れ様でした。お疲れ様でした。本当にいいコンサートだったなと、自画自賛するのはあれなんですけども、本当に私にとってもすごく大切な一日になったし、ファンの方だったりメンバーにとっても本当にいい一日になったんじゃないかなと思うので、私は、なんかやり残したことはないかなというか、完全燃焼できた気持ちでいます。そうですね、やっぱり10年一緒に歩んできたメンバーなので、まずもう率直に目が合うたびに寂しくて、もうみんなが仲間で本当にみんなのことが大好きなので、もう一緒のステージで歌えないっていうのはすごく寂しかったんですけど、やっぱり HKT でいることが日常だったので、それがなくなってしまうのはすごく寂しいんですけど、でも私が2年半いなかった間に、私自身もそうですけど HKT のメンバーもすごく成長していて、本当にみんながたくましくなって実力もすごく上がっていて、あ、私も負けてられないなって思ったんですよね。なので私はすごくこれからの HKT が楽しみだし、どんどん先輩たちとかが卒業していく怖さっていうのは私もよくわかるので、でもその怖さに立ち向かって、きっと私たちが作った HKT とはまた違う HKT を見せてくれるんじゃないかなと思うので、そのあんまりこう不安だったり怖がらずに自分たちを信じて突き進んでいってほしいなって思いますし、私は HKT を卒業したけど仲間ではあるので、何か困った時があったらいつでも駆けつけるし、会いたくなったら連絡してほしいし、仲間であることは絶対にこれからもお互い忘れないでいてほしいなって思います。ファンの方とも出会いもあり別れもあり、いろんな思い出がたくさんあるんですけど、昔だけ応援してた人も最近応援してくれる人も、皆さんがいなかったら多分10年間続けられてなかったし、本当に心が折れそうになってる時、多分その時応援してくれた方は知ってるんですけど、そういう時もファンの皆さんの言葉で頑張れてたので、本当に感謝の気持ちでいっぱいですし、なんかこれからもずっとそばにいてほしいなって思いますね。私はファンの人と話す時間が本当に大好きなので、 SNS を通して交流したり、今はなかなか会えないですけど、もし少し時間が経ったら直接会いたいですし、だから本当になんだろうな、これからもずっとそばにいて応援してくれたら嬉しいなって思います。なんだろうな、
安心できて楽しくて安全な場所は HKT であって、これからずっと続けてもうすごく楽しいっていうのは分かるんですけど、自分の中でやりたいことが見つかってもう一個ステップアップしたいって思ったので、まあアイズワンも終わって HKT48 卒業してまた違う道に挑戦したいなって思ってます。まあ、アイズワンになってから韓国に行ってこう世界の方に宮脇さくらという存在を一個知ってもらうチャンスがいっぱいあって、でこうたくさんの人に今の私を知ってもらうと過去の私のこともすごく知ってもらえて、そうなるとまあ HKT48 のことももちろんこういろんな方が知ってくれるので、もっともっと私はこの宮脇さくらという人生をアイドル人生をたくさんの人に知ってもらって少しでも応援していただけたらなと思うので、もっともっと世界の人に知ってもらえるように頑張っていきたいって思ってます。でも私は23歳なんですけど今10年アイドルやってて、ほぼ人生の半分アイドルやってきたんですけど、これからもずっとこうなんだろうな、アイドルをやってきた10年のことは忘れないと思うし、新しく挑戦する時もその時の経験がきっと役に立つと思うので、はい、宮脇さくら13歳です。 HKT48 で唯一の鹿児島県出身、名前の通り桜のように咲き誇れるようになります。応援よろしくお願いします。今日キャリアスタと日々向上心を持って支えてくれた人たちに恩返しをしながら頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。今回はありがとうございました。ファンの皆さんはいつも私を支えてくれて、嬉しいことは一緒に喜んでくれて、悲しいことは励ましてくれる私にとって太陽のような存在です。いつも温かい光で私を照らしてくれて、私はその光を受けて輝ける月だと思っています。太陽がないと月は輝けないので、ファンの皆さんがいないとここにいる HKT48 の宮脇さくらはいないと思います。本当にいつも支えてくれてありがとうございます。一度も順位を落とさずここまで来れたのは本当にファンの人が作ってくださった私の誇りなので、この自分の誇りを胸に私は総選挙を終わらせようと思います。本当にありがとうございました。普通に生きていたらこんなにたくさんの人の人生に関わることなんてなかっただろうけど、アイドルになれたから誰かの人生の小さな元気の源になれました。少しでも私のことを応援していて幸せだったと感じてくれているなら、私は本当にそれだけで幸せです。鹿児島から出てきた小さな女の子だった宮脇さくらを今こんな大きな会場で旅立っていくアイドルにしてくれたのはファンの皆さんです。10年間本当にありがとうございました。多分私が死ぬ時に思い返してもこの時の記憶が一番鮮明なんじゃないかなと思うので、私にとってアイドルは人生だなって思います。
10年間ありがとうございました。